はい皆さんこんにちは山下大事です今日は高校生の方からご質問いただいてます僕は俳優になりたいので大学に行かなくていいですかすごい質問ですね俳優目指してるはい,いや結構なことですよもちろんあの大学行っても行かなくても立派な俳優役者になった人いますからねうん僕のアドバイスですか俳優になりたいから大学行きたくないあの時々ね演劇の大学行きたいっていう質問を受けるんですけどえー、っとですね。 あなたがもう売れてるんだったら大学行かなくていいですはいっていう感じですね要はもう高校生で活躍している役者まあ子役だった人とか高校生で役者やってる人だっているんですけどあなたは何やってるんですか俳優志望に過ぎませんテレビ番組とか舞台とか出てるわけじゃないでしょせいぜい高校で演劇部で演劇のコンテスト高校生のコンクール出てるぐらいの人だと思うんですよ あなたがもう子役時代からの売れっ子だったら別に僕何のアドバイスもありませんそのまま活躍すればいいし大学行ったっていいんですねそれこそ有名な子役が大学入ったらニュースになるぐらいですよまあトラブルが起きないように大学隠してる人もいますけどねまあその方がいいと思いますでもう芸能事務所に所属したり演劇とかダンスの学校に通いながら高校生やってるなんていう人いっぱいいるんですよ高校生で売れっ子の歌手だっているんですよまあ顔は隠してたりねということで 俳優になりたいので大学に行かなくていいですかじゃなくてななんででであなた今俳優やってないんですかってていいすすかう話ですね、まあ、もちろんこれからあなたが売れる可能性はありますけどどうかなそれをやっぱり見極めないといけないかなっていうところですね。で逆に大学に行きたいっていう人もいるんですけど大学に行きたい人へのアドバイスは大学があなたを俳優や声優やイラストレーターにしてくれるわけではないんですよ。 ユーーーチュバもそうですすよねユーーーチュバ大学はないわけで,すで俳優になりたいあなたは毎日何時間も演劇の練習やってるんですかやってないですよね帰ってくださいと言われかねませんよねあなたが本当に下向きに俳優目指して毎日何時間も練習して頑張ってて結果を出してて芸能事務所所属してて俳優なれそうだったら僕も止めませんでも努力してないのになんかもう俳優なれそうみたいな気持ちっていうのは要は。 試合してないんですよよく声優志望の人に言ってるのがスポーツだったら県大会や全国大会で負けて自分の力の限界ってわかるじゃないですかランクとかでも声優って高校生のうちから競い合って大会とかないんでまああるけれどねあんまり出てる人いないのかなだから俳優志望のあなたもなんか慣れそうって思ってるだけで結果が出てないわけですねあ結果出してる人には何の文句もありませんこの前ある高校行きましたけど 登録者45万人の YouTuber の生徒いましたからね僕の10倍ですはい参りました音楽関係でやってるらしい,いどうぞやってくださいその人はもう売れっ子だから構わないただその人は大学行く気でしたけどねもっと大学で勉強したいその高校生のうちに音楽の世界で、まあ、ミュージシャンで YouTuber で売れっ子になっちゃったんですけどやっぱりそういうのは不安だとちゃんと大学で勉強したい大学で勉強して一般の会社員になるもよしその音楽で成功して まあ今もうすでに成功してるわけだからその分野でもっといくもよしで今のあなたは俳優の卵でしかないわけですねだからまずはその俳優で食えるかどうか食べていけるかどうかっていうのを見極めてもいいんじゃないかなだから大学に行く気がないんだったら行かなくていいと思いますであと演劇の大学だと早稲田とか明治とかいい大学いっぱいあるんですけどそこへ行ったら芸能人になれる保証はないですなのでまああなたが売れるんだったら大学行かなくていいと思う っていうと大学中退した売れっ子の芸能人がいるとか大学に行かないで高卒でもちろん活躍してる俳優がいるってみんな言うんですけど世の中には大学に行かないであるいは大学を中退して俳優目指してダメだった人はその100倍ぐらいいると思いませんか売れた人だけしか我々は見えないわけですね。大学中退して活躍してる芸能人とかその大学行かないけど俳優で活躍してる人。 いいいっぱいいるわけです素晴らしいと思うだがあなたがそうなれる保証はないなのであなたに才能があるんだったら本当に大学行かなくていいと思うだからどうしたらいいんでしょうね自分で考えてくださいで一応僕は立場上大学行った方がいいんじゃないのという気はする大学入って勉強したことって役者になって役に立つと思うんですよ、まあ、大学生の役とかね若いうちはそういう若者の役ってあると思うんで例えば医者ドラマで 医者の役やるときに、やっぱり、あの医者はみんなね、医学部出てるわけですから。大学の世界って、知っといてもいいのかなと思います。で、もちろん、僕のことなんか無視して、あなたが売れっ子の役者になれれば。大学行かなくていいと思う。全然、勝ち負けじゃないです。頑張ってください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いいねと、チャンネル登録を、ぜひ、お願いします。また、メガスタのラインに、ご登録いただいた方には。 大学受験に役立つ特別なプレゼントを進呈します。